1日目のロケがここでラストになるんですか。もうちょい撮るか。もうちょい撮る。いや、もうこれで終わりです。これで、はい、これでラストになるんですけど、ちょっと、まあ、今日のね、この、まあ、言うたら令和バージョンですね。令和バージョンの自分がほぼほぼ撮り終わるので、寂しい気持ちもありつつ、モニターで何度か撮ったの見せてもらったんですけど、まあ、今回もいい MV になるなと確信しました。僕はダサいっていう言葉がすごく好きで、こうダサいっていうのは裏返すとね、自分のやりたいことを貫いてて、でこう相手にとってはね、ダサいって言われるのはそれでも価値観が合わないだけだなって僕は思うので、すげえかっこいいなと思うんですけど、僕自身はこのダサいっていう言葉、等身大ですごいダサかったと思うんですよ。そんなダサい自分を変えたいなと思って、こう、まあ、成長していくわけですけど、でもね、同時に今振り返ってみるとね、その等身大が一番かっこよかったんだなって思うし、まあでもそんな等身大のダサさのまま今回死ねたらね、今のまま死ねたら一番かっこいいよな、若いうちにダイヤンで若くして死ねっていう意味なんですけど、そのまま等身大の自分を忘れずに死のうぜっていう曲です。どうですか。いや、やっぱ振付師が天才なんで、彼が天才なの。彼みたいになりたいと思います。あ、やべ、始まる。出演してくれた2人のこれ話なんですけど、基本的にまあ僕と波長が合う人を呼びました。あとはまあシンプルに絵になる人、あの2人絵になるんで、ケイトもユリもね、本当に素敵な人間で、なんか人としての魅力みたいなものが深い2人なんで、今回一緒にこういう MV を撮るってなった時も、あ、撮りたいなと思って声をかけさせていただいたんですけど、2人とも受諾していただいて本当にありがとうございますという感じです。ユミさんのセンスが良すぎて、あと実はダンスの振り付けをしてくれた人がいまして、それが僕がすごく仲がいい志田っていう男がいるんですけれども、彼も波長の合う人間でね、本当は MV にね、本当はね、これね、3人とかじゃなくて、ね、もうちょい大人数出してもいいかなとは思ってたんですよ、男女混合で。でもまあ、千田とか、まあ、いろんなスケジュール合わない人がいたので、まあ、今回断念したんですけど、でも振り付けでね、参加してくれたんですよ。だから撮影の前日に振り付けを考えてくれて、急遽僕らもこう監督と喋ってるってことで、振り付け入れるみたいなって、まあ、まあ次の日撮影だけど、まあ簡単な振り付けだったらできるんで、多分いけると思いますよみたいな話から、まあこう千田くんに頼んで、そしたらもうすぐ考えてくれて、で、そう、もうすぐ考えてくれて、そのまま次の日ちょっと来れるタイミングがあったんですけど、撮影当日にね、でケイトとユーリと自分に振り付けを入れてくれて、でも振り覚えがみんな早いから、やっぱプロだから15分ぐらいしか今回の振り入れをしなく、こうだから僕はですね、結論ね、このキャッチーな振りを考えてくれてる千田も、それを覚える2人もすげえなって改めて思いました。そうですね、見どころはですね、なんつっても、まあ、この今回作ろうとしたっていうのは、やっぱ令和を生きる僕らの今の生きている切なさとか、まあ、楽しさもあると思うんですけど、令和の自分たち、そして自分たちがもしもこう想像する、僕らが想像する、僕ら生まれてないんですけど、想像するイケイケなこの昭和っていう世界の中で生きてたらどんな感じのダサさだったんだろうって、別に昭和の人がダサいって言ってるわけじゃなくて、なんかいい意味でダサいんですけど、でも普通に昭和って感じじゃなくて、
外国の人が想像するこの日本みたいな感じ、ジャパニーズ忍者みたいな感じのがいっぱい出てくる感じにしたくて、日本で見てる人たちにとってはなんか不思議な感覚になると思うんですよね。外国の映画に出てくる日本がなんかちょっと惜しいなみたいな、 なんだろう、でもなんか面白いなみたいな感覚になってほしくて今回は撮りました。なんかまあネオ昭和みたいな、ネオ昭和ポップみたいなものは作りたかったので、そういう映像を撮りたかったんですよね。でそれを監督の、ね、小野さんはじめスタッフさんとですね、どうすれば映像的にそう見えるかな、そうこうしてこうの角度、この光これどうすかみたいな感じを模索しながら作ってこだわって作ったので、まあ皆さんにはね、聞いてくださる皆さんには不思議でなんか楽しい気分になって、そして曲が終わる頃にはどこか切ない気分になってくれたら嬉しいなと思います。そこが見どころですね。あのラストの友達派遣会社みたいなのの、あ実はカップルとかね、カット割り的にカップルに見えたりとか、どういう友達、ペアルックできてる、どういう友達とかって思うこともあったと思うんですけど、それをこう日はなんかラストシナリオとして友達レンタル会社だよっていうのは正直前日に考えて、これ面白いんじゃねえかみたいなフィーリングのまま言ったので、でもなんかストーリーとして面白いなって、僕なんか書く才能あるのかなって、いや嘘ですよ、思ったんですけど、まあ過言ですねそれは。でもそれぐらい他のスタッフさんたちが考えてくれた絵っていうのが明確だったので、僕も急遽そのシナリオを思いついたんですが、辻褄があってなんか作品に一個深みが増されたみたいで良かったなと思います。結構ダイヤングに関しては曲を作った時もビートを聴いて作曲で作詞した時もフィーリングで作ったので、全部フィーリングでいきたいなっていうのはあったので、全部緻密に練らず本当にその即興でできた表情とかで作れてよかったなと思います。それが秘話ですね。ダイヤングっていうのはだから考えるよりもフィーリングで聞いてもらった方がいいのかなと、見てもらった方がいいのかなと思います。本当にありがとうございました。リミでした。